口裂け女という怪談というか都市伝説を聞いたことがあるだろうか。口裂け女とはその名の通り口の裂けた女性のことであり、口裂け女と出会った人は、私、綺麗？と聞いてきてそこで、はいもしくはいいえ、と選択肢を聞かれ、どちらかを答えるとそれに答えてくれる。答えてくれる内容によってはとんでもない目に遭うかもしれない。またこの噂が出回った当時は住宅街に口裂け女が出没するという話が小学生を中心に広まり、怖がって登校や下校中は大人や先生が同行したくらいだ。だが、今で白痴は裂けておらず、子供を誘拐しようと企む悪い女性のことをそのような怪異として話を作り、口裂け女という怪奇を創作したのではないかと考察されている。子供が夜遅くまで遊ぶと変な人が出るよみたいな感じにカラスが鳴く時間に帰らせるためにそういったことが広がり、果てには都市伝説として語り継がれているのではないだろうか。今の時代からすればこの都市伝説はかなりポピュラーであり、怪談話の一つとしてたびたび話題に上がることがあるようだ。だが、当時はインターネットが一般に普及していない時代だ。今の時代よりも得られる情報も少なく、都市伝説も本当のものだと信じられていたくらいだ。今の時代では何でもすぐに調べられるだろう。だが当時はその怪異を知り、外に出たがるのを控えるほどに子供たちの中で恐怖を生んだものなのだ。実際、遭遇したら死を覚悟しなとならないかもしれん。今回はこの、口裂け女、の謎について調べていこうと思うぜ。この日本には、口裂け女研究所、として口裂け女をメインに調査や、研究をしている機関が存在していると聞いたことがある。数ある都市伝説の中でも上位にランクインするほど口裂け女は有名で、いろいろな派生パターンも作られるのだ。派生パターン、それは、口裂け女の恋愛シミュレーション。口が裂けていてモテない？そんな悩みを解決するために友人は口裂け女を助けるためにあの手この手で作戦や計画を練る。そして口裂け女を見違えるほどの美人に変えるコメディ要素ありありの企画ってのがあったんだ。都市伝説として恐れられている一方、現代人の遊び心が爆発して元が怪談とは思えないほどに怖いものが苦手な人にも手に受け取ることができるようになった。怖いというものをいろいろなものに変換できるということはすごいことではある。今もなお、最強とも呼ばれるこの都市伝説。現代でももしかしたら口裂け女が存在しているかもしれない。もし出会ったとしたら、ポマードを3回唱えるんだ。そうすれば必ず逃れることができるだろう。まあ、現代にはそんな怪奇に遭遇したという話をあまり聞かないからそこまで怯えることはないぞ。だが、くれぐれも夜に外に出るのは控えることだな。夜に外出するってことは危険に会いに行くのと同じだから。それじゃあ、今回の授業はここまでだ。みんなも帰り道は気をつけろよ。変態に出会ったらすぐにもしもしポリスマンだ。では次回のマリサ先生の授業に期待しておくれよな。それじゃあ最後までご視聴ありがとうなんだぜ。アディオスー。いよ、小石。なんだよ。いたのか。ってことは私の華麗なる学会発表を耳にしこたま聞き入れたんだろうな。そうに決まってる。学会発表ってほどじゃないけどな。でもマリサが先生を代わりにしているなんて、面倒くさいからやだーって言いそうだと思ってたわ。あのなー、そんくらい面倒くさがりであっても素直にやるぜ。ボランティア活動でボランボランしている以上、怠け者になるなんてことはできないし、適当なことをしていたら印象を悪くするだろう。課外ボランってなんだよ。でも子供たちも集中して聞いていたし、あなたの説明もちゃんと聞き取りやすかったわ。才能を感じられるかも。演説などの。だろだろ。何でもできるチャレンジ精神がうなってるんだ。面倒だからあで投げ出すよりも自ら引き受ける。そして努力して功績を立てるのだ。小石よ、私のこれからの活動も変わらずとして支持してくれ。私の力でもどうとかなるけど、やっぱりお前の手助けも必要不可欠なのだ。
それくらいのことならちゃんと引き受けるわよ。マリサが頑張っている姿を見ると嬉しくなっちゃうんだもん。こないだサトリ姉さんに報告したら、すごい、と言っていたし。おお、そいつは嬉しいことだ。私も小石やサトリ、いろんな人の期待に応えられるような存在となれるようにさらなる高みを目指してみるぜ。さてさて、私は。ちょっと待って。マリサ、あなた、私に何か隠しているんじゃない？え？どうしたんだよ。ありのまま伝えただろ、隠し事なんてしてないし、友達だったらしないだろ。そんなことないわ。よく見たら表情も隠れているけど少し曇っているんだもんね。マリサ、包み隠さずこの私に教えなさいよ。な、心を読めないくせに私の隠していることに気づくとは。お前はボランボランの使い手か。どういうこと、どういうことラーメン。うぐ、お前がそこまで言うんだったら言うぜ。実を言うとこの学校に通っている子供たちが全貌を細かく話してくれたわけじゃないんだが、通学路で変なものを見たと言っているんだ。変なもの？それってつまりさっきの口裂け女のことじゃないの？それもあるが、それを子供たちの前で堂々と話すなど抵抗があるし、言ってしまってトラウマになってしまったら嫌だしな。だからそこまでは言えなかったんだ。なるほど。私たちでその通学路を調べてみないかしら。そうだよな。お前に話せてよかったぜ。だがこの後会議に来てほしいと言われているんだ。すまんが、今日はお前一人で見てきてくれないか。それならお安いご用よ。マリサも頑張ってね。おうよ。ここがマリサが言っていたその通学路ね。見た感じ何もないし、変な人が歩いているって感じがしないわ。まだこの時間帯だし。でも子供たちの下校時間もとっくに過ぎている。しばらくここで見張ろうかな。その前にお姉さんに電話しようと。ちょっといいですか。さて？突然声をかけちゃってごめんね。私は小鈴。霧雨さんという方がボランティア活動をしていると聞いていてね、私も町内の子供たちと触れ合おうと思っていて、ここで交通安全運動をしていたの。あら、小鈴？そうなんだ。私もマリサに頼まれてここで見張ることにしたの。すでに下校時間は過ぎちゃってるけど、変質者が出ないかを伺うためにね。え、どういうことですか？その話、もっと詳しく話してください。なるほど。コメイジさんもその話を聞いていたと。口裂け女。確かに昔はそれが噂になったことがあるけど、今は沈黙している感じじゃないかしら。そうなんだよね。私のメリーさんもそうだけど、都市伝説って遊び半分で実行するものだと思わないわよ。それで取り返しのつかない事態に巻き込まれたらどうすることもできないんだし。今回は口裂け女なのね。でも最近だと異世界に転生するなどホラー以外のジャンルにも顔を出すようになって知名度を上げつつあるんですよね。だから元の口裂け女は大きな話題になるよりも時々語られる都市伝説なのかもね。口裂け女で言うと心のイメージがあるわね。まあ心が遊び半分で口裂け女を乱用するとは思えないわ。でも口裂け女より子供たちがここの通学路で変なものを見たと証言しているわけよ。旗野さんに聞いてみるのもありかと思いますね。私も付き合うわ。口裂け女以外であっても子供たちを脅かしているなんて許せないと思うので。えへへ、せやね。それにしてもあのマリサが子供に熱心になっているだなんて、前々までは考えられなかったよ。交流を深めれば興味だって出てくるよ。はぁ、あの後待ってみたが、結局誰も現れなかったわね。もしかしたら見間違いだって可能性もあるし、それにその通学路に口裂け女が出るなんて根拠はないしね。それにしてもコメイジさんとお話できてよかったよ。まだまだ知らないところとか多かったんですもの。もうちょっと貴重なことも聞いておきたいけど、時間も時間だし、それはまた今度。あんまり掘り下げられると困るわよー。まあ、
した心に聞いてみるわね。もしかしたらなんか関係があったりするかもしれないわ。もしもし、私だ。心だ。誰だ。この私に電話をかけてくるのは。いやあ、私だよ。久しぶり。あんまり連絡取ってなかったね。おお、聞き覚えのある声と思えばお前か。久しいな。元気にしていただろう。私も元気だよ。それで今日はどうした？この私に何か用事でも？実はね、あなたに聞きたいことがあるんだ。ちょっと、口先女だと。まあ、確かに私の持っている都市伝説だな。でも私はこの口先女を一つのパフォーマンスとしているよ。口を裂けるとどうなるかを教えることを目的とした講演もしたことがあったんだ。へぇ、講演もしたんだ。でも昔は本当の都市伝説として社会問題となったこともあるのよね。そうだな。私もさじ加減を調整することに気を使ってしまうな。驚かせることを目的としてもな、その人を気絶させてしまうリスクもあるんだ。あんましいたずらに利用したりしたくない。どうして？まあ、あんまりイメージを汚したくないってのが本音であってな。口先女も話の通り、ものすごく怖いものだからな。私も感情を失うほどのものでもある。なるほどね。で、お前はそれを聞きたいだけか？いや、今マリサが言っている学校の生徒から通学路で変なものを見たって言っていて、それで通学路を調べたんだ。その時に口先女が関係しているんじゃないかって話になったんだよね。なるほどな。なあ、小石、私もその通学路に行っていいか？お前らが抱えている問題を解決できるかもしれない。マジ？口先女が絡んでいるのなら見逃せないんだよ。わかったわ。待ってるよ、心。あれ？なんで昇降口の前に？確かに集合場所は学校のここだけど。ぬっふ、確かに通学路って聞いたが、今回はこの私が、本人が直々に生徒たちに話してみたいんだ。そうじゃないと私の気が済まないし、口先女以前にそれと似たような怪奇もあると思う。なるほど。まあ、そうだよね。突然起こる怪奇よりもそれを説明できる方の怪奇だとまだ安心かもしれない。そうだな。私自身もまだまだ自分の都市伝説とそんな向き合えていないかもしれん。だからこそ本来の姿よりも今風のどこかおどけている口先女を見せてやりたいのさ。うっふ、心ならできると思うよ。私も久しぶりに心の口先女を見てみたいわ。そう言われるとなんだか恥ずかしいぞ。よし、見せてやる。とっておきの口先女をな。そして今の時代っぽさを炸裂するぞ。あたし、綺麗？